ちは、ストップガンチャンネルのみっちゃんです。7月何日だっけかな、コカブトの動画あげたと思うんだけど、うん、その続きで一回餌入れ替えたいなと思ったらね、これもう成虫になってるっぽい。これに卵で入れたんだよ、確かこれに、うん、これなんか7月17日って書いてあるんだよな。やばくね、これね、もう完全にここに成虫が見えちゃってるんだけど。マジ見える？な、光ってんね。見える？ちょっと見える気もする。これ7月25日って書いてあるのかな。うん、7月25だね。ね、でもやばくね、マジで。で、最初のやつらは、うん、多分これコカブト、これケースから今剥がしてきたんだけど、コカブトザマ7月12日卵って書いてあるさ。うん、で、じゃあ12日まで卵だったやつが、うん、で、1回目の割り出しの時はまあまあ出てきてさ、うん、まあまあつってもちょこっと出てきて、その後1週間経ってまた割ったりしたから、うん、それでこういう感じに分かれてると思うさ。うん、なるほどね。うん、どうしようかな。ちょっとこの何も書いてないのは多分その一早いグループだと思うさ、うん、それを先ちょっと出してみます。ちゃんと成長になってんのかな。みっちゃん自身もちょっとワクワクしてる。うん、なんかね、コカブト意外と好きなんだよね。そうなんだ。ふざけるな。いるのかよ、うん、いない、死んだ。全く様子がないんだけど、いねえ。死んだんか？お前死んだんか？あと、いねえ。卵ダメだったんかな？卵の段階で帰んなかったやつってこと？わかんない。へえ、うん。そんな死にやすい種類なのかな？そんなことはない。コメントであったわ、そういえば。コカブトさ、うん、あの、産んだ時に掘り出しちゃうと孵化率がすごい下がるって書いてあったんだよ、うん、コメントで。だから心配ですって書いてあったんだよ、うん、そうかもしんないね。じゃあこれ見たら、あ、卵回収しないで幼虫データ取り出さないとダメってこと。なんかそんな感じのコメントあった。うん、じゃあこれは失敗ってこと。そうだね。じゃあこれ見えてないやつみんな死んでるってこと。じゃあやっぱ水分結構大事なんじゃない、卵の中に埋まってなきゃダメなんじゃない。そうか、上に転がしたしな。ね、潜るのが見たいとか言って、その可能性あるね。最初に出したやつが全滅してる可能性あるってこと。うん、掘り出したら孵化率すごい下がりますみたいなコメントで書いてあって。マジかよ、じゃあ全滅してんじゃん最初のグループ。類代できねえじゃん今の親と。かけるしかないじゃん、もうすでに2つから。でもこれはこれでさ、まあ実験としてはこういうことを注意してっていうのもできるな。うん、そうか。てかそのコメント書いた人偉いね、いろいろ研究してんね。みんな偉いよね。へえ、 YouTube でも役に立つな、いろんな情報も来るから。うん、あ、成虫なってる。おお、よかった。これオスだ。おお、かっこいい。すげえ綺麗だね、ツヤがあって。うん、おとなしいね、なんか前回でも2つダメにして3つ目やっと出たけど、なかなか難しいわ。でもできればあれだな、メスが出てきてブリードしたいな。うん、それがメスがたくさんでまた取ってきたものと交配させてもいいし。でもどうせだったら自分でちゃんとさ、オスメス1台回してみたいね。うん、ワイルド F1 みたいになっちゃう。まあ CBF1 か。うん、だとあんまり意味ないもんね、自分で類代できてるって。実際これだから何代目ぐらいまでさ、よくほら、うん、カブトムシとかさ、うん、類代できないって言うじゃん。あ、何代かやると踏まなくなっちゃったり、うん、トラブルが起きるっていうからさ、うん、できればやってみたいだよね。ああね、自分でそれをね、うん、同じチケットのままで実際にダメになってるのか。次行ってみます。でもね、やっぱさっきのはね硬くてね、これはねなんか柔らかくなってる。マットが柔らかくなってる方がいいの。なってるってことは中で活動したってことじゃん。うん、
あ、ちょっと様子撮れたら見せて。もろに新生虫が中にいた。写真撮りたい。これはギャルみたい。おお。あ、本当だ、洋室にいる。あ、出てきた出てきた。赤いね、まだ真っ赤だ。じゃあこれいきます。これもなんかね、ほぐれてるから、うん、ここ通った跡もあるから。そうだね、それは絶対使わせる。もしかするとこの同じくらいの状態かもしんない。うんうん。それでも下に近い方にさっきもあったからな。あら、コロコロンと出てきちゃったけど。うんこがあるけど、あ、動いた。うんこある。うお、オスだ。ピントが全然。うんこ意外とでかいぜ。ほら、マジ。ここにちょっと置いてみるか。これうんこ。うんこ結構でかいね。うん、だってペンのこういうとこそうやってると小さく感じるけどあ、そっか。だけどカブトムシがこれだぜ。まあね、成虫がこれだぜ。うんこでかくね。これもちょっと怪しい。硬い？あ、うん、本当だ。ね、色も糞の時の色じゃないじゃん。うん、こっちのってね、実際色そうなんだけど、詰めた時の色と近いさ。うん、だから中でバクテリアが活性化してるから、うん、こっちで傷んできてるから、バクテリアがなくなってってるってことだよね。うん、じゃあダメかなこれも。うん、わかんない、祈るだけ。ダメだね。なんか幼虫の死骸らしきもんでもあればいいのに。ち、本当に初齢幼虫の孵化してるのは結構見たんだよね。その段階でもうダメだったんだね、きっと。うん、これも孵化してたのかな。わかんない、してたと思うんだけどな。うん、こういって、いや、そいつ戻したやつがいいんじゃない。こいつ、そこも入れたいじゃん。これか。え、それ、え、メスが入ったの、どれ。これ。そうか。今のところ2分の1だね、深いって。これもダメっぽいじゃん。マジか。うん、じゃあ、本当に2分の1だね、そしたら。うん、これなってるからな。うん。幼虫が生きてたか、こう動きがないもんな。うん、硬いね。うん、ダメだ。へえ。うわぁ、こうか、こうかぶとむずい。なんか、カブトムシっぽいから、すごい増えすぎて困るかなと思ったけど、意外にそういう風にならなかったな。ならなかったな。これも幼虫見てるやつだ。うん、あ、そっか。カブトムシもコクワガタもみんな一緒だな、掘り方は。こっちがこうつ、あ、潰してたらケツからバックして出てきたよ、こいつ。これまだ赤い？赤い。これ綺麗だよ、ほら。ほんとだ。幅広いけど、メスだといいな。メスっぽいけど、オスっぽい体の大きさだね。あ、メスだ。幅すげえ広いな、これ。これでかいね。これサムネ第一候補だな。うん、戻ってく戻ってく。すげえ、シャコイですげえうまいじゃんこいつ。やっぱさ、クワガタもカブトもだけど、洋室から出すと絶対自分の場所戻るよね。戻るね。そこがなんか居心地やっぱいいんだろうな。うん、匂いとかあんのかな。実はもう一個あって。あ、そうなの。これね、最後に取ったんだけど、うん、あれ、なんかマットの色近くない？普通のマットに入れてみた。埋め込みマットに。あ、そういうこと。うん、で、何も食った様子ない、やっぱ。うん、やっぱそういう木は食わないんじゃない。だって口木だから。いや、でも口方違うもん。あ、糞ある？糞ない。死んだんや。あ、いる。幼虫いる。生きてる。
すげえ。なんか幼虫の形すげえ不思議。まだ一番最後のやつ幼虫だわ。すげえ。最後までこれでいってみるか。それでも餌交換どうせするものじゃないから、うん、ちょっとこっちのバクテリアのマット混ぜといてやるか。うん、でもそうすると実験にはならないけどね。じゃあ最後までこれでいこう。かわいそうだけど、うん、死んだらかわいそうだけど、うん、一応2ペアできてるから、うん、こいつはもう犠牲になるかも。なるとはもうさ、なるかな。だってでもこういう口利き、広がれの口利きじゃないからな。そうそうそう、もう本当にこっちのバクテリアにやられてる方に近いからな、うん、これキノコだもんね。でも形がこう書類だとカブトムシっぽくないな、うん、横から見るとね、なんかね薄いオレンジだけど正面から見るとやっぱカブトムシだね。あ、ほんと？あの国産カブトとかの書類用地に似てる。へえ。お尻もね横割れでこんな感じなんだ。うん、ちょっとお尻長いね。うん、そう長いからクワガタっぽい感じる。まあこれで最後までいってみます。うん、一回でもほぐしてやって、俺でちょうどよくなるかもな。死んだらかわいそうだけど、と言ってもな、次の人がやるときの実験にはなるじゃん。うん、洋室は作れんの？それで作れると思うよ。そうか、口利きだからこれでいいと思ったけど広がれはダメだな、やっぱ。うん、最初に思った通りに、このまあマットね、マット、うん、点火の弱めの発酵マットぐらいが一番いいみたいだな。天下取ったぞ。ああ、天下を取って無天下ってこと？うん、天下を取って無天下ね。天下取ったぞということで、これは最後実験交代にします。加水しなくていい？加水はしないにします。みんな一本で帰ってるから。でも洋室作れなそうな気がするけどね、ちょっとそれだと。そうでもない？結構水分あるけんね、絞れるほどはないけど。うん、まあ、このままいきます。黒い丸いのこのポツポツ踏んだのかな、これ。うん、踏んだと思う。こっちにもあるから、ポコポコ踏ん。何個あるか数える？いや、それ時間の無駄でしょ。ちょっとよし、まあ、結果はどうなったかな。うん、なんかあれだね、それはなんだっけ、あれ YouTube の中にコメントで来てたんだっけ。あ、そうそうそう、結局その人が言うように、うん、ちょっと卵俺まあまあ見てたんだけど、うん、途中で亡くなったやつもあって、もしかしたら本当に卵は帰り悪くてこっちはお亡くなりになったのかもしれないね。あ、それか初霊幼虫になったけど、うん、やっぱもう虚弱体質みたいになっててうまくいかなかったかも。でも孵化したけど虚弱になるっていうのはちょっと分かんない。分かんないもんな。普通孵化したらこんな悪化した状態のやつにもちゃんと生きてるからな、うん、そうだね。まあ孵化率だけのことを考えればその人が言うように、なんとか 50% 残せただけでもよかったかなと思う。うん、これからはやっぱ幼虫出しってか、でも幼虫で出すタイミングあるか、これ。てかもう普通にセットのまま孵化まで待ってもいいんじゃないの。だけどメス取り出さないと食っちゃうもん。メスだけ、そっか。あ、そうか。食っちゃうか。確かにな。そう考えると、で、メスが上を活動してるのを見計らってちゃんと抜くとか。これ卵の取り出しが7月12日で、うん、これが7月17日じゃん。うん、でそれが7月の25日、どうするんだよ。だってこれからの間も2ヶ月しかないで、今日まで。うん、だメスが本当にだから、ね、今日がだって9月17日で、これ7月17日で卵だったんで、うん、あれどうしましょう。でさ、ちょうど2ペアできたじゃん、うん、メスを抜かずにそのままのとメスを割り出して抜いちゃって卵も別保管と分けてやってみたらあるんじゃない。まあ昔中継室でやったさ、うん、お客さんのやったけど5匹しか出てこなかったよ幼虫。まあもう今回は別にそんな取れたわけじゃないじゃん。でそれがもしさ、その人はだってあれで幼虫になってから終わったんだぜ。うん、いや食べちゃってるからなのか、食べちゃったんじゃないかなと俺は思ったんだけど。うん、でも時期も悪かったんじゃないの。まんだでもまあいいや。違える。ん？誰だお前は！いろんなこと今これが結論出してもしょうがないから、うん、とりあえずこれは 50% を成虫にして、うん、まあ最初の 8トンのうちさ、うん、
半分は成虫になってしかも2ペアができたってことが一番、うん、次の実験につながると思う。てかオスメス分かれてマジでよかった、ね、マジでよかったもんねまあオス1のメス3でもよかったんだけど、うん、まあ2ペアメスが2ついるってことでちょっと実験が広がるので、うん、もう一つこれね、普通の埋め込みマットで育ててるやつが、うん、やっぱみんなから遅れちゃってるのは栄養がうまく取れないみたいな、うん、そういうことだね多分、うん、お腹のバクテリアがどうも菌に勝てないっぽいさ、うん、これは粉砕マットの埋め込みマットで育ててるので、うん、これちょっと幼虫犠牲になったらかわいそうだけど、うん、消化不良を起こしながら頑張ってます、うん、そのうち拒食で死ぬ可能性もあるよね。あるね、うん、でも2ヶ月経ってこいつらが成虫なのに、うん、これ2ヶ月経っても多分3連になってねえんじゃないかな、うん、見た感じになってないよね、うん、まあ、最後までこれを実験して確認してこれを類代して次の子供が取れることを確認したいと思います。はい、それでは湿ってる？これで閉まってる？いいんじゃない？湿ってるって何？湿ってるな、湿気？うん、じゃあね、いいやな、もう。いいよ、うん、それでは、サラダバー。あれ、コカブとカップはやんないの？コカブと